どういうのが一番使いやすい、逆にこういうのは使いにくい、これはとりあえず全人類黙って買ってください。作った人マジで天才。まあ結局もう履いておりません。はい、本日買っておすすめのショーツと買ってはいけないショーツをねご紹介していきたいなと思います。ということでこちらの方にショーツちょっと並ばさせていただいたんですけども、まあ、僕自身が結構ショーツ買うんですよね。で皆さんも多分ショーツって持ってはると思うんですけども、いろんなショーツ履いてきてる中でよく手にするショーツと、もう全然手にせえへんショーツっていうのがはっきり僕の場合分かれてるんですよ。なので今回に関しては僕あんまりそういうキャンプとかクライミングとかはしないので、あくまで街中で履くよって考えた時に、まあ、どういうのが一番使いやすい、逆にこういうのは使いにくいからもうタンスの肥やしになってますっていうのもねご紹介していきたいなと思います。なのであくまでもこのタンスの肥やしになってても使う人によってはこれめっちゃメリットなんやけどっていうところもありますので、そんな感じでちょっと予防線を張った状態でお送りしたいなと思います。もうまずね買っておすすめなやつ、これはとりあえず全人類黙って銀行口座から貯金ひっくり返してきて買ってください。3つしかありません。それは何なのかというと、1つ目こちらのバギーズ系、バギーズのショーツでもいいしバギーズのロングでもいい、どっちでもいい。で2つ目っていうのがバーサタイル系、これはノースウェイスから出てるんですけど、バースタイルショーツでもいい、バーサタイルミットかでもどっちでもいい。そして3つ目、これ言ってる YouTuber おるんかなって思うんやけど、このファミリーマートのショーツ、以上この3つさえ買っておけばショーツに困ることはございやせん。なのでご安心してこの夏を過ごしていただけますということで、で逆に買ってはいけないものっていうのはね、どういうものが買ってはいけないかっていうと、こういったベルトのついてるタイプ、ドローコードがあるこうガッチャンとやるようなタイプっていうのがまず1つ目で、2つ目っていうのがゴアテックス系、ゴアテックス系も結局あんまり履くことないっていう感じですし、3つ目っていうのが、まあ、こういったナイロン系ですね、シャカシャカしたナイロン系で、これらに全て共通することっていうのもあったりはするんですよ。でそんなんとかもいろいろ後ではお伝えしていくんですけど、まずはじゃあ買っておすすめの方、絶対これ買っといてくださいと、もうとにかく黙って思考停止してこれは買ってくださいっていう話なんですけど、まずバギーズから見ていきたいなと思うんですけどね、この3つさえ持っておけば完璧なうちのバギーズショーツはもう30年も40年も前から履き続けられてるんですよ。ちょっと一回履きますね。でこのショーツなんですけど、まあ、何がいいのかっていうと、まあ、全てにおいてこの3つは言えることなんですけど、とにかく履いてて楽、めっちゃ楽ちんやし、しかも通気性もいいんですよ。だから夏場でも涼しく履けるっていうところもそうやし、で特にこのパタゴニアに関しては種類が豊富、カラーリングが豊富っていうところなんで、絶対絶対似合う色があるから、もうそのあなたであってもあなたであってもあなたであっても誰でも似合う色っていうのが必ず一色あるので、それをチョイスさえすればもうヘビロテ。このショーツはねとにかくね、先人の知恵がもう詰め込まれたショーツなんですよ。もうこれがもう何十年も前から出てきて、それから形を変えずずっと出し続けてるっていうことはもうこれで完成されてるんですね。このショーツから始まっていろんなブランドがショーツ始まったんじゃないかって言われるぐらいもう完成されきってますので、これ以上言うことって特にないでしょうということで、もういいものに関してはいい、何がいいとかじゃなくもうとにかくいいっていうのがいいものです。で次がバギーズのロング履こうかなと思ったんですけど、もうバギーズショーツとロングの話はもう今いつもしてるからちょっと飛ばします。バーサタイルに次行きたいなと思います。これはもっと涼しいのがいい人、もっともっと涼しくなりたいっていう人は、パタゴニアの方っていうのはライナーが中に入ってますよね。こういうメッシュがね二重構造になってるから、それすらも熱いっていう人なんかはもうこれ、このバーサタイルなんかもう中身も何にもないからもう丸見えで、これもね同様に水陸両用で、さっきと同じなんですけど、さっきもより水陸両用なんですけど、まあ今回街中で使うってことやから、まあ、水のことはちょっと一回抜きにしましょう。水の話はちょっとなしにしたとしても、これもとにかく合わせやすい、どんなやつでも合うから、ちょっとこれも一回履いてますね。まあこんな感じなんですけどね、これはまあこれも使いやすいですよね。でこの3つにもう共通することが全て劣化しないんですよ。だから使って、ああもう1年使ったから破れちゃったなっていうのがないんですよね。なんでかって言ったらナイロン使われてるから、もうナイロン、丈夫なナイロンなんで、なんぼ使ってもいい。洗濯しようが旅行を持っていこうが、なんかわけわからんインドのところの地べたのところでね、おっさんの上座ろうが、何しようがもう全然破れたりしないっていうところが、これアウトドアブランドが出してるっていうのもそうなんやけども、やっぱナイロン使ってるっていうところがすごいこのショーツに向いてるよねっていう、しかもサイズ感とかもこれ仕上がっちゃってるよねっていう感じなんで、パタゴニアよりちょっと安いんですよ。楽天とかで見たら2000円ぐらい安く買えて、パタゴニアの方が8800円ぐらいやけど、ノースウェイスのこっちの方やったら6000円台とかで全然買えたりするので、僕もね真夏になってくるとバーサタイルしか履かなくなるんですよ。もう8月のめちゃくちゃ暑い日とかはもうライナーとかも邪魔くさって、もう暑くなってくるから、もうそんな時なんかはもうこれしか履かないっていうぐらいもう徹底してね履いてるので、まあ、この辺に関してはもう皆さん大体視聴者さんねもう持ってはるから、はいはい分かってますよと、それはもう僕たちももちろん存じてありますと。ただ次なんですよ、これ買えなかったっていう人も結構多いと思うので、それが何なのかというと、ファミリーマートのおショーツでも、このおショーツはっきりちょっと控えめに言いますけども、作った人マジで天才、もう完璧なサイズ感。もしこの人が誰かわからないんですけど街中とかにおったら間違いなくビールおごりますね。ちょっと一杯おごるんで、ぜひおごらさせてくださいっていうぐらいこれ天才、誰作ったのか知らないけど天才。ちょっとこれ一回入ってますね。はい、まあこんな感じなんですけども、もうとにかくね年齢層とかあんま関係ない
ないんですよ。これに関しては10代の子であろうが20代の子であろうが30代40代50代で誰が履いたって履けるようになってるんですよ。でもっと言うと、実はこれ気づいた人います？僕の足元パッて見てほしいんやけど、ショーツと靴下とパンツね、これ実は全部ファミリーマートでございます。だからこの統一感たるや、見ていただきたいなと思います。この統一感すごい、なんか統一感で靴下とこの肌がの見えてるバランス最強じゃない、なんでなんかなっていうと、ファミリーマートさんだからでございます。ちなみにこのファミリーマートの靴下はね、かの有名な僕たちの大先輩であるあの木村拓哉さんが履いてたということで、それなら履かないといけないだろうということでね、一時もう靴下がなくなるっていうぐらい人気でしたけども、まあ最近は普通に買えますけど、とにかくこれに関しては1998円かなんかそれぐらいの値段で出してるのに、クオリティに関してはほぼこの辺りと変わらへんっていうところが、そら売り切れるよね。そんなもんいつ売り切れたかって、去年から出したんですよ。2023年の4月から出たんやけども、もう6月の時点ではなかったです。もう8月なんかで探したってもう全くどこ行ってもないっていうぐらいほんまになかったんですよ。だから今のこの現時点でも4月の2日からこの2024年は販売が開始されたんですけど、今ゴールデンウィーク過ぎちゃったんで、おそらくもう販売しててもほぼほぼないんちゃうかなって思うぐらい、サイズが2展開しかないんですよ。だからそもそももう母体数も少ないのでなくなっちゃうんですけど、もし見かけたらこれは即買い、即買いした上で複数枚買っちゃっても OK っていうぐらい、ポケモンでいうところのねミュウみたいなの、普通にしてたら出てこない。普通にこんなん草むらこうやってキャタピーしか出てこへんねんけども、そのなんか裏技使ってこれ B 押してから上やってスラッシュやってなんかスタートボタン押したら出てくるとかあるじゃないですか、ミュウツー出すのはとか。それぐらいの裏技使わないぐらいほんまにないので、これとミュウツーと宝くじは大体同じぐらいの確率やって、一応僕の計算上は出てるぐらいなかなか見当たらへんっていう商品なんで、ぜひ見かけたらね購入していただきたいなと思います。それぐらい仕上がっております。一応水陸両用とは歌ってませんけども、別に海でも使おうと思ったら全然使えると思います。生地の特性上はこの2つにないよりいい点もあって、伸びるんですよ。でストレッチも効いてるから、ほんまにマジで部屋着でもなるから、なんてこの2つを差し置いて1位なんちゃうかな、絶対これ買ってくださいね、もう見かけた買ってくださいねっていうとこれなんですよ。ただ制限があって、そのサイズが2つしかないっていうのと、カラーもブラックと今年ベージュかなんか出るとか言ってたけども、この2つしかないんですね。ベージュって基本的におじさんっぽくなるじゃないですかって考えたら、ブラック一択になっちゃうので、まあ、そのあたりがちょっとまあ微妙なところでちょっと減点にはなったんですけども、こんなもんカラーリング山ほどあったりしたらダントツ1位。パンツいっぱいいろんな色出してる場合ちゃうでと、そうショーツいっぱいいろんな色出さなってちょっとビール奢ってる時に言いたいなと思うぐらい、もう完璧の天才なんですけど、天才すぎてカラー出してないって、おいおいで、ね、色出さんかいと。そんなもうベージュがわけわからん色出さん、夏休みの少年虫捕り少年のスタイルいらんから、もうもっとなんかいろんな色出し、ネイビーとかそんなもうちゃんと使えるそうな色出してくれって思うんやけども、まあ、それぐらい仕上がってるっていうのがこのショーツ。もうこの3つは買ってください。見かけたら買ってっていうのはこれ、もうとにかくそれぐらい見当たらないんで、見かけたら買ってください。今回くしくも、まあ、この3つはもう買って不満あれって、むしろ僕に言ってきてほしい。どこが不満やったんっていうのを教えてほしいぐらい、マジで見当たらないんで教えてほしいんですけど、次のとこはちょっと人によってはどうかな、でも人によってはめっちゃいいよねっていう3つがあるんですよ。でそれが何なんかっていうと、この LL ビーンのショーツとバギーズのナチュラルとワークマンのバギーショーツ、この3つね、いきたいなと思います。まずね、バギーショーツから見てもらいたいんですけど、今バギーズしたよね、違うんですよ。これね、よく見てほしいんだけどね、バギーショーツっていう名前になって、これ見てくださいよ。あれ、このタグ見覚えあるね。そうなんですよ、ワークマンのレディースバギーショーツなんですよ。バギーズじゃなくてバギーショーツなんかいってことなんやけども、こういうのをしれっと入れてくるのがね、さすがワークマンやなと思うんですけども、もう知らん顔して入れてきますからね。あれ、うちそんなこと出しましたっけっていうぐらいしれっと出してきますので、ちょっと吐きますね。これもね、レディースやからって舐めてたらあかんないですよ。これね、レディースやっていう名目は歌ってるんやけども、全然これも履けるなって、980円でやったらまあまあ特にほんまに問題ないなと思うの でこれもナイロン使われてますので、普通に使っててあかんくなるっていうのはないし、まあ、ワークマンの化学繊維の強さってもう圧倒的な強さなんですよ。もうなんかプロ野球図で言ったらね、山川みたいな感じ、西武からソフトバンク行った山川みたいな感じで、もうとにかくホームランめっちゃ打つんやけども、ちょっとプライベートでね不祥事起こしちゃったりしてますけども、ワークもそう、すっごい機能に特化して、機能はもうすごいの作るんだけど、たまにちょっとクリソスなやつが出ちゃうっていう、まあ、悪気はないと思うんやけども、まあ、クリソスなやつが出ちゃうっていう感じですよね。で次にナチュラル、これに関してもすっごい軽くていいんですけども、やっぱりシワ感がちょっとあれなんで、全員におすすめするものではないかなっていうことで、ちょっとこれも履きますけど、まあ色味とかもねちょっとまあ難しいっていうところもあるし、取り扱いも難しいところもあるから、まあ、全人類におすすめするようなショーツではないんかなっていうことで、まあ、好きな人はほんま好きやと思うんですけど、全員にハマるようなショーツではないかもしれないなっていう感じですね。ちょっと変わってる人出てるでしょ。いや俺は人と同じやつが絶対嫌やっていう人いるじゃないですか。そういう人はこれ LL ビーン。なんでかって言ったら、もうほとんどパタゴニアやから、パタゴニアのバギーショーツがここのロゴ変わってね、LL ビーンっていうロゴに変わってるんですよ。だからほんまそれ以外の違いってほぼほぼなくて、丈とかも若干
干バギーズショーツより1インチくらい長かったはずなんですよ。1インチ2センチくらいに長かったくらいけど、もうほぼほぼもう違いってないから、まあ、バギーズショーツもよく黒とか売り切れます。あー買いにこうタクソー言ってたから、三種の神器バギーズバーサーファミマショーツ、この3つ買いに行こうと思ったけど、バギーズの黒が売り切れてると思ったら LL ビーンで代用するっていうのもね、一つの手かなと思いますので、この辺の重要度っていうのはちょっと低いんですけども、まあとにかくさっきこの3つ集めてくれて、この3つ集めてから代用品ないかな他ないかなってなったら、この辺りもねいいかな思うんですけども、最後はね買ってはいけないっていうところに行きたいなと思います。でこれはあくまで街中で履くっていうところを前提には考えてるんですけど、まず1つ目っていうのがこのベルトのあるタイプですよね。でこのタイプってキャンプとかってすっごいいいなと思うんですよ。キャンパーっぽいじゃないですか。キャンプでちゃんと締めて動きやすくする、ずれないようにする。でクライミングとかスポーツされる方とかも、よくあのグラミッチとかもねこういう仕様になってるかなと思うんですけど、これがね僕らぐらいの30代が履いてくると、このように、ね、一気に虫取り少年みたいになってくるわけなんですね。このベルト何ってなってくるので、キャンパーとかの方やったらめっちゃいいと思うんですけど、街中でこれいるかなっていうことも思ってたりとか、まあ僕それで履かないんですよ。でも人によったら、いやこれいるでと、これがあってこそのショーツやでっていう人もいてるから、まあそれはそういう意見もあると思うんやけども、これいちいちガチガチ締めてやるっていうのは、まあ、トイレ行くときもめんどくさいしね、あーってなっちゃうからもう僕はやらないですけど、たまに、ね、もうなんかコメントとかで、いやいや大人はショーツ履かへんしとかね、もうそんな30代超えてショーツとか履かんでしょおしゃれな人はとかっていう人いてるんですけど、そういう人いたらはいはいはいオッケーって言ってね、あのもうスルーしちゃってもらったらいいかなと思うんですけど、まあ紐に関してはもうまあ好みかなと思うので、まあ人によってはいいっていう人もいてるし、まあいいべよっていう人もいてるかなと思いますし、次のゴアテックス、すごい聞こえばいいんですよね。ショーツでゴアテックス使ってるってすっごい聞こえばいいんですけど、実際履いてみるとこれをゴアにする理由ってあるんかなって。ゴアテックスやったらせめてやっぱり長ズボンにしてね、まあ一応これゴアテックスインフィニウムですけども、まあやっぱり長ズボンにしてちゃんとこう風を切るとか、あとはまあ雨を切るとかっていうことをした方がいいかなと思うし、ショーツってやっぱりこういかに通気性があるかって結構大事じゃないですか。ってなった時に通気性あえて止めちゃったら、まあ、どうなんかなっていうところもあるので、これはまあ一応釣りとしてはすっごいいいんやろうなと思うんですけど、まあ、街中で履くことがないのでもう僕はほぼほぼ履いてない。洗車の時とかに履いたんですけど、洗車する時とかって汚れたら水とか飛んだら嫌やなと思って、まあ、これ履いたりはしてたんですけど、そもそもこの辺りも別に洗車の時履いたってすぐ乾くじゃないですか。そんなに違いあるかなと思って、結局もうそれ以降履かんくなったんですよ。だからわざわざ履き替えてまでするようなことちゃうなと思って、まあ、個人的にはもう全然履かんくなった。まあ、買ってはいけないっていうよりかは、結局はもう捕まなくなっちゃったよね、もったいないよねっていう感じになってます。で次が、まあ、こういったナイロン系のもうシャカシャカしてるような、いかにもちょっと一昔前の野球のウェアみたいなね、まあ、ただこれ一応ロンハーマンさんですからね、おしゃれシャレオツボーイのロンハーマンさんやからすごいいいと思うんですけど、やっぱりファッションって一瞬はあると思うんで、おしゃれな人がこれ履くとねいいと思うんですけど、僕みたいな人がこれ履いたらね、なんかこのシャカシャカが合ってないんですよ。ずっと合ってない。なんかもうちょっと合ってない時じゃなくて、ずーっと合ってない。朝からはまずっと合ってないっていうぐらい、なんかこのシャカシャカがずっと合ってないから嫌やなっていうことで、まあ、履かなくなって、やっぱショーツって言ったらどっちかっていうと綺麗めとカジュアルやったら、カジュアルにだいぶ寄るじゃないですか。ショーツ自体がもう丈短い段階でショーツに寄ってるのに、さらに生地感がなんかこのシャカシャカしてちょっとスポーツウェアっぽくなってくると、まあ、もっと変になってくるなと思ったんで、まあ、ちょっとマットなバギーズショーツとかバーサタイルとかっていう方が、まあ、またちょっとこう大人っぽいんかなと思うんですけど、このシャカシャカしたらもう僕ちょっとどう合わせていいかわからんっていうことで、まあ、結局もう履いておりません。だからもう一回も履いてないんちゃうかなっていうぐらい、こういう動画では履くんですけど、もうそのままこのオフィスに置きっぱなしにしてもう一切履かへんっていう状態になってますので、まあ、この辺はね好みも出てくるかなと思うんですけども、やっぱり共通して言えることっていうのが、スポーツ系にちょっと寄りすぎてるとか、ちょっと釣りに寄りすぎてるとか、あとこう山系にちょっと寄りすぎたり、クライミングとかに寄りすぎてるってなって、用途がグッて絞られてきだすとちょっと難しくなってくるじゃないですか。であとまあグラミチとかでもあるあるなんですけど、グラミチってすっごいいいパンツで僕も持ってたんですけど、あれってやっぱりコットン使ってるので、洗濯するとこのリネンほどじゃないけど、このシュワシュワ感で出てくるじゃないですか。ってなった時に一気に清潔感なくなるんですよね。やっぱシワが出てくるから清潔感なくなるけど、やっぱりナイロンとかってその分シワに強いんで、まあ、洗濯して普通にこうパンパンってやったら、そんなコットンほどシワが出てこないし、グラミチってコットンの中でも分厚い生地使ってるので、なおさら一回シワつくとなかなか取れへんし、まあ、ちゃんとねグラミチでもアイロンかけて伸ばしてある方とかもいらっしゃると思うんですけど、僕そんなもう邪魔くさいし、もう全然できへんから、もう洗濯機ぶち込んで仕上がったらそのまま履くんですよ。なのでチー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 アイロン、まあ俺の性格には向いてないっていうことで僕はグラミチ手放したんですけど、と紐が出てるっていうのを僕もあんま好きじゃないので、まあ個人的にはねそういうことになっています。紐が出て全然好きじゃん嫌いなんで、そんな話は別に全然どうでもいいんですけど、だって人から見られた時にここに紐があるだけでちょっと子供っぽい印象っていうか、カジュアルな印象になるじゃないですか。低年して30超えてからここに紐垂らすのって悪くはないんやけど、スポーティーに寄りすぎてるなっていうので僕はあんまり履かへんなっていう感じにはなってるんですが、まあ、あとはね好みっていうところもあると思うんですけど、最初に紹介したこの3つに関してはもう好みとかクソとかうん関係なく、とにかく全員買ってほしいなと思います。であ
とは買ってはいけないっていうところで言ったんやけども、いや実は俺クライミングしてるんです。あ、そりゃグラミチめっちゃいいですよね。いや僕実はキャンプしてるんです。あ、そりゃグラミチいいですよねってなってくるし、そういう風にね用途別にやっていくっていうのはいいんじゃないかなと思います。それこそねキャンプなんか例えば週1回やってるってことは週に1回履くチャンスはあるわけやけども、僕みたいにエステキャンパーとかやったらワンシーズンに1回行くか行かへんかに1回着用するかどうかなんですよ。1回も行かんかったら履くこともないんですよね。考えた時にまあちょっともったいなかったなっていうのを思いますので、まあいっぱいこういうのもね買って失敗して買って失敗して気づくことってあるかなと思うので、まあ、今回そういうのを共有させてもらって、まあ、今後買おうと思ってる時に、あ、俺も確かにこういう趣味するな、あ、こういう趣味せえへんなっていうところでね選ぶとよりタンスの肥やしになりづらいんじゃないかなということで今回ご紹介させていただきました。なのであくまでも特定のブランドとか特定のアイテムが悪いっていうのはもう全くなくて、あとは自分のライフスタイル次第っていうことになってますし、なんかショーツは大人は履かない、おしゃれなやつはショーツ履かないとかいうわけわからんの言ってるのはもう全然スルーで言っていただけたら、また言ってますねっていうことで、勝手にこの人になんか言ってはるわっていうことでねスルーしていただければということで、本日はですね買っていいショーツ買ってはいけないショーツをご紹介させていただいた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。